ウィンウィンじゃないですか。何をそんなね、うん、一回を、うん、ね、味わえてし味わえた。です。私何言ってんのかよ。私も何言ってんのか分かんなくなっちゃった。二度美味しいみたいな。ポケモンカードのさ、デッキを新しく作ろうと思っててさ、うん、ちょっと何がおすすめか、ちょっとあの、誰か教えてください、皆さん。あ、すごい。そんなこと言ったらみんなもう、教えてくれるよ。あのルギアのデッキは1個作りたいなって思ってて、アッセンブルスター。そうそうそう、アッセンブルスター。なんかあのアッセンブルスター、へんびっくりしてる。ルギアのデッキ前作ってたから、それ崩してルギア作るのと、うんうん、でもなんかパオジアンディンルとか出てるじゃん。出てますね。いいね。私も使ってます。なんかちょっと新しいの作りたい。サーナイトが、サーナイト強いらしいよ。サーナイト何と合わせるの？サーナイトは確かに強い。ロストバレットはさ、ちょっとやり方むずいじゃん。アルカナシャイン。そう、犬いるのって。犬います。犬いる。ここに、間に。ああ、私の足の上に足を置いてるね、今。いいよ。肉球。私今6つぐらいデッキ持ってるんですよ。みんなめっちゃサーナイトだな。痛い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 。ごめん、ごめんなさい。あー、くちゃみね。ごめん。人アレルギーか。人アレルギーか。ロストギラティナだって。ロストシリーズ。私、ロスト絶対使えない。絶対花選び時間かかっちゃう。絶対無理、私。ナムクちゃんも無理だよね。うん、せーの。タイミング悪いな。タイミング悪いな。くすがない、そこはくしゃみしようぜ。タイミングが人アレルギーなのかな。私アレルギー。寒いギャグアレルギー。寒いギャグアレルギーか。ポケモンのさ、ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃん、ほら見てこの冷たい目でって、今でってやつよ。あくびされた。あくびされちゃった。なんか言おうとしたね。何なんだっけ、あの頑張っ、なんで頑張りりえ、何、お疲れさ、お疲れ様でした、あ、お疲れ様でしたとかさ、なんかさ、そういうあのまだまだだよーキラス、うん、とか頑張ってねー、クロズマ、ネコアラじゃないの、ネクロズマもある、ネコアラもネンドールもある、あ、ネンドール、優勝おめでとう、うばすごいよな。浮かばないの？え、じゃあなんか言って。今日のご飯焼肉だといいな。なー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 、なに、な、謎の草ない。あー、確かに怠けろ。今日ゲームで負けた。種棒。はあ。インスタの方がおぐりが映るだって。本当だ、おぐりが。おぐりファンはインスタを見ましょう。っていうポケモン。喉が渇いたんだよね。ねになった。猫あるだ。猫あるみち。新しい服買おう。買おう。ダイル。あ、一緒。オーダイル。おう。うちで飼ってたビーグルに似てて可愛すぎだって。やったね、おめさん。可愛すぎるん、パパ。でも本当にさ、ビーグル、もう犬もそう、全部そうだけどさ、うん、もう顔みんな違くて可愛いよね。ね、わかる。私さ、大好きなビーグルアカウントをフォローしてるんだけどさ、あの北海道の3匹の、あー、いるね、ビーグルのアカウントで毎日更新してくれるの。あれ見てると毎日投稿ってマジで大事なんだなって思うけど、自分は更新できない。そう、もぐちゃん、私が学校行くとき寝てるんだもん。なんか可愛いんだよね、みんな顔違うね、人間と一緒だね。 うん、
モグリの声が聞こえるようだって、聞こえてってやつ、熱いんだね、歌ね、歌うまくなっちゃう、あ、ドッグブレス結構疲れるんだよね。ごめんごめんごめん、そんなごめん、そんな顔しないでって、うん、呆れた顔で見てあげて、おぶちゃん全力で8時になったよ。嘘、早くない？そんな、うん、本当？あ、いいね、インスタって時間わかるんだ。うん、じゃあちょっとバグッツェルだったから、うん、バグッツェルだったから、うん、バグっちゃったから、うん、8時5分までありますね。 OK。 そう、いやー、でも楽しかったね今日。あれじゃん、今日お昼ご飯の時にさ、うん、そうね、今日聞いてよみんな、今日昼ご飯にね、スンドゥブを食べたんだよね。スンドゥブを食べに行ったの。あの、そのポケモン PJCS 見て、うん、その後にお腹空いたからご飯食べに行ったの、うん、スンドゥブ食べたの。そしたら店員さんがね、あの紙エプロンあるじゃないですか、うん、紙エプロンに、紙エプロン渡してくれたんですけど、その紙エプロンにピカチュウのイラストとサンキューって書いてくれて渡してくださって、うん、感動したよね、本当に。なんか、ね、へーって言っちゃって、あ、ごめんごめん叫んじゃって、そしたら店員さんがすごい、ポケモン好きなんですか、好きなんですかって言ってくださって、うん、大好きですってなって、うん、でそこからめっちゃ話しちゃったね。多分さ、私たちがさ、ピカチュウのぬいぐるみとかさ、マンパチ、かか、マンパチこうやって抱えてたからあ、ポケモン好きなんだって、その、うん、そのワンパチ UFO キャッチャーで撮ったんですかって言われてたよね。2000円ぐらいかかりましたみたいな私のお友達もそれぐらいかかってましたって言われて、そう、雪はみと日の嵐が好きだ、ね、そう、好きって言ってて、そう、ポケモンカードとかで、ポケモンカードの話になって、私この間の151を落選しちゃったんですって言われてたので、うん、え、私も落選しましたって言って話して、うん、やっぱそうですよねって話してました。そうそうそう、いい方だったね。うん、多分この配信終わったらポケカもう一回やるね。ね、絶対やる。さっきもやってたけどね。さっき私負けたんですよ。で、またさっきも負けたんですよ、うん、よっしゃ、やっぱね、サーナイトは強いよ。サーナイト強いよ。サーナイト強い。どうやったら勝てると思う？でもあのミャオハは良かったね。マスカンヤデッキいいよね。うん、可愛かった。可愛いのよ。ね、そのシリーズ何？お茶？違う、泳げたいやきくん、はい、あ、じゃあ和菓子のフェスが今やってるんだって。そうなんだ、和菓子か、いいな和菓子。和菓子好きだもんね。うん、モグタンには和菓子わからないね。モグタンあれが好きだもんね、筋みたいなやつ、筋硬いやつが、硬いやつが好きか。歌トメさんはたい焼き頭からですか尻尾からですか。頭だって、大体頭、足早くなりたくて。あ、頭よくなった方がよくない？え、でも足早い方がさよくない？え、だって頭ってさ、うん、勉強するしかなくない？足ってさ、足も走るしかなくないえ、でもさ、そっかそっかそっか。え、でもさ、足も遅い人ってどう頑張っても無理じゃん、うん、早く走るの、うん、願掛けするしかなくない？え、でも個人の能力、そっか、個人の能力。でもやっぱり陸上部とかに入ってる人は足速くなったりするじゃん。早いよね、そっか、やっぱ鍛錬が足りないかじゃん、うん、小学生男子だったらモテることができるねなんて。確かに足速いだけでモテる。何なんだろうね、あの足速いと思ってるって。俊足履いてたよね、みんな履いてた。で、しかもあの足に輪ゴム引っ掛けてなかった、運動会。え、何それ。え、なんか足の指にさ、え、違う、足の指にこうやって8の字でさ、なんかかけるとさ、あの足速くなるって。え、なんか耳にさ8の字でかけると小顔になるみたいなことあるけど。あ、むくみが取れるやつね。足は聞いたことないな。そうそうそう、コーナーで差をつけろってやつですね。瞬足、なんか私
AKB のレッシュシューズ、うん、いつも収束みたいなやつ履いてさ、履いてたね、白にピンクで、あ、そうそう、小学生みたいなやついや、なんかね、もらったんだよね、ファンの人に、うんうん、運動靴、うん、でもこれどう、なんかし、あ、もう白にちょっとピンク入ってて、うん、カラフルな靴紐みたいな、うんうんうん、なんかで、しかも瞬足味のある形だったの、うんうんうん、これ履くとこないなって思って、うん、そうだレッスンだって思って、とても動きやすかったです。分かったね、うん、そのファンの方が報われてよかったよ、ありがとうございます。履いてました、ずーっと、うん、ずっと履いてた、ずーっと履いてた、劇場用の靴になってた。あー、彼、私も劇場用の靴、ずっとダンスシューズ使ってる。へー、中2の時に部活のみんなで買ったダンスシューズを、やばいね、大学1年生で今も使ってるってやばいね。え、でも私あれで高校1年生の時に履いてたピンクのスウェット永遠に履いてたから、ロッカーにずっと入れてるやつ。あ、そうそうそう、まだ入ってるよね。あ、嘘、もう取った。え、違う、え、だってあんたが持って帰ってくるって言ってたじゃん。持って帰ってないわ、持って帰るわ。うん、私は水色です、全部忘れたから持って帰ってきてって言ったじゃん。ちょっと劇場、なんでこの間劇場行った時に持って帰んなかったの。え、だってあんたが持って帰ってきてると思ってたんだもん。うん、むちゃん、どっちが悪いと思う。お前だって言ってほしい。あ、6分だよ。あ、よし、じゃあランキング読みますね。じゃあ私はこの辺で終わりにしたいと思います。あ、こっち見て、こっち、ありがとうございました、またね。あ、これ今日だけアーカイブ残します。じゃあねー、バイバーイ。武藤、これからもよろしくです。武藤の日でした、イエイ。無糖の日はね。